佐久間健三郎は、江戸幕府の幕臣。別名、長江、五名、健奏。佐久間長隆と原種明の父。江戸の南町奉行所の銀味法よりきで、天保十五年時点で、六高は百五十国五人ぶち。鬼と、あだなされた。後に処罰されることになった、高下二年当時は、南町奉行所の四番組に属するよりきだった。最谷平治兵の四。 男として生まれ、叔父である、佐久間彦太夫の養子となる。健三郎の次男、原種明によれば、健三郎の取り調べは、真理に、統地的つもん残酷、激励王,王と、声を暴らげるに至っては、怖ね正しく王冠通行人の耳を、と、咲くことがあった。その猛声を聞き伝え市民をそれをの,のいて、鬼と、あざなしたとある。天保記に行われた。 印馬沼の掘割部身は、上司である南町奉行、鳥居洋造が責任者の一人となり、不審所の治安維持のため配下のよりき、同心を使わすことになった。健三郎は、同僚のよりき、中田慎太郎と、原善左衛門、同心の小倉朝、五郎、加藤多左衛門、小林藤太郎、大沢東九郎、後藤五郎兵衛。 川上門五郎らと共に不審所の見回りを担当することになった。鳥居の失脚後、教皇院事件における鳥居の審判に不審を抱きながら、それを見過ごしたことを責任に問われ、同僚のより行き、原鶴縁と共に30日の押し込め処分を受けた。遠山影元が南町奉行に就任した翌月の降下2年4月19日に入浪となり、同年10月3日にお暇となった。 ありがとうございます。